2018年、大学4年生の箱根駅伝では給水係、高校から大学までの7年間、一度も駅伝のレギュラーを経験したことがありません。大大崎涼選手、28歳駅伝の古豪大室高校時代 チームは全国準優勝その後箱根駅伝76年連続出場の名門日本体育大学に進学しましたが目立った成績を残すことはできませんでした生まれ育ったのは福岡県浮橋トラック運転手の母洋子さんは苦労する息子の姿をそばで見続けてきました 帰ってくときはあったんですけど、やっぱほら、向こうで厳しい分、こっちはだら、こっちに帰ってきたら、ずっとあなた、走っていくのって聞いたら、うん、体力が持つ限りとは言ってましたけどね。それでも競技を続けてくることができたのは、給水係を担当した箱根駅伝の経験があったからだと、大崎選手は言いでも、数十メートルですけど、箱根、走れたのは嬉しかったですね。 一緒に走ってる子はすごいガッツポーズとかしてくれて実業団に入ってから記録が伸び始め現在のマラソンの自己ベストは2時間8分30秒これは同級生の中で最も速いタイムですそして今回初めて招待選手としてマラソンに出場しますそうですね 感じましたね、うん、やりたいだけやりなさいとそれだけですよね、うん、思うようにというかですね納得いくようにね、うん、積み重ねた努力が実を結ぶ時を迎えようとしています別府大分毎日マラソンは RKB テレビであさって2月4日日曜日昼11時50分から生中継します